このフォーラムは震災の風化を防ごうと被災地のガイドブックを制作している団体が開いたもので、市民およそ30人が参加しました。今日は震災の被災地を世界文化遺産に登録しようというテーマでパネルディスカッションが行われ、震災の津波により石巻市の大川小学校で次女を亡くした佐藤敏郎さんらが意見を交わしました。佐藤さんは大川小の校舎が残されたことには大きな意味があると話しました。あれだけのものが残っているということは、伝えるあるいは町を伝える意味でも、あの時の事故のことを伝える意味でもとっても大きいことだなと思っていて、また世界文化遺産への登録に向け災害の歴史を学ぶ観光ダークツーリズムの取り組みを進めることが必要との意見が出ました。認知してほしい、認知されてほしいなという希望はありますけれども、いわゆる経済的な発展だとかそういうことには安易につなげないでほしいなという思いもあります。ダークツーリズムね、あれを成功させれば大丈夫なんじゃないかなと思ってます。参加者は震災から13年を前に風化を防ぐ伝承活動の重要性を改めて感じていました。